ますか。始まってんのか。始まってます。始まってんのか。ね。ラジオやってみたくて、ラジオやってみたくて、はい、やってみようと思って、で、まあ、じゃあいいんじゃないこれでっていうので、ちょっとこういうところでね、やってるんですけども。ちょうどね。ここ、ラジオブースではないからね。じゃないでね、なんか、自分家みたいな感じ出てるけど、別にうちでもないし、うん。まあ、海。海が見えるっていうところですよ。まあ、内緒のね、秘密の場所ですけどもね。じゃあ、なんだ、やってみますか。はい。タイトルコール。タイトルコール。はい、お願いします。じゃあ、タイトルコール、いきます。草新の狩猟でラジオ。はい、というわけで、草新の狩猟でラジオ、始めてみましたけども、ラジオは憧れだったんですよ。多分最初に聞いたのが中1か、夜中に、なんだろう、多分宿題とかやりながら AM ラジオ聞いて、で、なんかこう、あ、そういう目のつけどころがあるのかとか、なんかエッチな話してるとか、中学生だし、まあ、うん、それで興味持って面白いなと思って、そっからだから、中1でしょ、あ、もう20年ぐらい聞いてるんだから、ラジオ。ラジオ聞いてるんですよ。ラジカセでね、聞いてたんですよ、当時。今ってほらラジコとかあるからさ、見逃しない、聞き逃しか、聞き逃しで聞けるけど、昔って本当に聞き逃しちゃうと、あとあれ、寝落ちしちゃうと、もう全然何話したか分かんないままね、学校行ったりとかして、別に一緒にラジオ聞いてる友達いなかったから、次の週聞いて、あ、先週こんな話したんだとか言って、っていう中学生時代に出会ってから、そうで、それから憧れてたけど別になる機会ないから、今日いい機会だしちょっとやってみようとかって、こんな真似事してますけども、ラジオといえばなんかこう曲とか流すじゃないですか、曲で。最近ギターもちょっとやってるんで、なんかやってみようかなと思って曲をやってるんですよ。高田ジャパンのイベントとか、なんかもうみんなでもなんか遊べるやつ、はい、いいかなって。で、作ってきて、今日今ここにちょっとデモテープ的なのがあるんですけど、これ、カセットで、いや、カセットにね、撮ってみたかったんだけど、そう、ちょっとうまくいかなかったんで、ちょっとスマホに撮ったのがあるんで、はい、ちょっとそれを流してみたいと思います。いや、でね、先に言っとくけど、これ、まだ全然できてないのよ。全然できてないって言うと、まあ、あれか。でも全然できてないんだよ。はい。さっき撮ってみたやつが、これか？あった。おっ。これだ。あった。お聞きください。先週もこの場所にいたっけ、急いで準備して足ひねる、午前中汗まみれヘトヘト、ひと休み昼ごはん2つも食べちゃった、生きている、いつもありがとう皆様、お疲れ様、あちこち痛いけど、これからも一丁頑張ろう、ハッピーワンデイジャパン、ハッピーワンデイジャパン。作詞作曲しました。いや、もうね、ラジオもそうだし、ギターで作詞作曲なんか初めてだし、そう初めて尽くしなんですよ、はい、うん、で、これタイトルまだね、ちゃんと考えてないんだけど、なんか、はい、そう、最後歌ってるんだけど、ワンデイジャパンとか、なんかそういうのにしようと思ってて、はい、うん、なんかこう、僕らが今ね、こう感じてることとか、
こうちょっと書いてみたつもりなんですけど、果たしてみんな通じるんだろうかこれは。まあ業界の人は聞く響くよ。俺は響いた。あ、響いた本当だ。まあでもちょっと分かんない、これデモテープのつもりだからまたちょっと作詞っていうね詞の部分ちょっと変わるかもしれないけど、まあ大まかにはこんなことになると思うんだけど、これなんか世に出る。いやどうだろう、なんか反応が良かった無責任反応次第、反応次第かもしれない、しかもこれはこれで終わる可能性が、可能性もあるね、気をつけないと。でもそうちょっと、あ、なんか草野のあの歌ちょっと聞いてみようかなと思ったら、もう一回これ再生してもらえればさ、あそんな人いるのか、そんな人いるのかえ、まあでも一回形にはしてみようと思うんで、ね、ちょっとなんか、あじゃあ日の目を見る、まあまあそうね、イベントとかで当日、イベントはもうすぐか、あと1ヶ月ちょいか、それまでにちょっと形にしようと思ってます。あ、はいはいはい、手振りとかします。あ路上で路上で引いて売る手売りで、手売りで、いやー1000枚売れないと会場取れないの。モーニング娘。的な1万枚以上で出てみたいな。それこそ20年前とかでしょ、モーニング娘。もっと前でしょ。もっと前か、あれもっと前、小学生だった。そうだ、もっと前だわ、97年とか8年じゃないか。そうだわ、うわー、それやるの、え手売りする、手売りするか。なんだ、喋ろうと思ったことをねちょっと書いてきたんだけどさ、あ、そうまたこの話戻るんだけど、これをちょっと録音してみようかなと思って、ここじゃないところ、カラオケボックスに行ってちょっと録音したんですよ。録音して、録音しようと思って、で、こうちょっと練習して、あ、じゃあそれを撮ってみようかなと思ったら、隣のお部屋に新しいお客さんが入ってきて、で、あ、誰か来たなと思って、あ、まあでも僕の歌は別に聞こえないだろうし、向こうのも聞こえないだろうなと思って、じゃあちょっとそろそろ撮ってみようかなって思ってたら、結構いい声のおじさんが歌い始めて、あ、向こうのおじさん結構聞こえるなと思って、でも待てよ、この歌なんか聞いたことあるぞと思って、でちょっとこうギター弾くのやめて、ちょっと耳すまして頭で考えてみたら、佐々木勲さんのジャッカーでオープニングの曲歌っててめちゃめちゃ上手くて、それがジャッカーで行きたいから、そうこれいいんだよ多分ね、ツッコミ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 ヘイフォアカードって歌ってて、いやさすがにそれちょっと後ろに入っちゃうなと思ったから、ちょっとここで撮り直したものがさっきのやつなんですけど、ワンデイジャパンかな、はいはいはい、全然まとまってない、まとまってない、話すことがまとまってないよ。あとそう、もう1ヶ月前だから、そう前回イベントのなんか思い出話とかなんか、そうちょっとなんかあったのかな、もう3年前だ、ね、もう3年前、そう3年前の3月の10、じゃあ2月の10、バレンタイン日か、あれはそうやってさ、そうイベントなんかね、思い出そうとしてもね、なんかね、もうあんま覚えてないんだよね。いや、それはね、なんかね、仕事でもそう。先週とかき、いや、もう もっとキンキン。昨日何したっけって言われても、え、昨日って、あれどこ行って何したっけって最近なってきてる。それ大丈夫、年のせい。老いが。老いが来てんのかな。老いてきたんだよ。なんか、いや、で、それもあってっていうか、もう、ここ、僕今、2年かな。2年ぐらい日記を書いてるんですよ。日記、日記っつってももう何だろう、今日何があった、美味しかったとかそういう短い日もあるんだけど、短い日もあるんだけど日記書いてて、そう日記見るとね、何したなとかっていうのを思い出すこともあって、で最近だとそうだな、最近いやほら、またね、全然覚えてない。今覚えてない。今日記見なきゃダメ。日記今、カバンだわ、今。今、日記だからダメ。終わりかよ。難しいね、ラジオって。まあ、いやね。話題を、ね、話題を。全然。フリートーク。フリートークのフリートークだからね。でもほら、黙ってると放送事故になっちゃうじゃない。まあ、ラジオ。ラジオはね。でもこれってさ、黙ってても放送事故になるんだよ。これ黙ってもバレる。
黙ってみるとか言って。なんで黙ってみる目的なく黙ってしょ。目的なく黙ると意味わかんないからな。あ、じゃあカセットテープ。これさ、30分の両面なんだな、これな。30分の両面で60分テープ。60分。今の人ってわかんのかな、わかんないのテープ。ギリじゃない、カセットテープ。ギリだね。使ってたもん。小学校の授業とかで。ああ、MD じゃなかった。いやー、カセットだ。嘘。あと、まだギリギリ、ほら、子供ヒットメドレーみたいなのが。あったー。歌ってる人が違うやつ。あったあったあった。あったりとか、知らない宇宙戦艦ヤマトとか、知らないデビルマンとか、あったあった。知らないセーラームーンとかがあるような。歌のチョイス古くない？そうじゃない。世代の。いや、でも違う。デビルマンとか。だから、子供の曲、テレビ人気者大集合とかだと、そうなるじゃん。サザエさんとかさ、アンパンマンとか。まあね、いつまでも人気者だからね。知らない人に。聞き覚えがない子供ソング、ね、大事だと。あと、永遠いつまでも人気者だからな。いやー、そんな人なりてえなー。なりてえなとか言って、なれよって話だ。なんだ、もう結構喋ったな。あ、結構喋ってるな。喋ってる。うん。なんだ、お知らせ？お知らせ？お知らせ。募集？告知？告知コーナー。イベントが7月の1日、高円寺。高円寺。スタジオ K。K。スタジオ K。あれ、時間とかはまだ、あれなんだ？今出てますね。出てるんだっけ？一部が12時から。一部が12時。一部が17時から。12時。あ、17時。だそうです。だそうですって。俺が言ってた。そっちか。俺が喋る、俺が伝えなきゃいけないんですよな、本当はな。はい。ということで、あと1ヶ月とちょっとですけども、何この修行のシリーズってみんなあるんだよね、多分ね。みんなあるんだよね。あと多分、あの人とかあの人が。あの人とあの人だ。あの人とあの人だけですか。はい。誰がいつこの後登場するかまだね、まだわからない。放送スケジュールがまだ決まってないので、僕は今日こういうラジオの真似っこしましたけど、あの人とかあの人は何をするんでしょうね。そう、想定はある。あ、想定はあるんだ。じゃあそれも楽しみにしつつまあそういうのを見ながらイベントまでね、気持ちを高めてみてもらおうということで、まあ好評だったらまたこのラジオやります。あなので、あの見てくださいラジオなのに見てくださってるわけわかんない。そうラジオでも見てください。じゃあおしまいですまたねー。これ一曲聴いてください。一曲聴いてください。え、ない。え、佐々木さんで若干今流れない裏で流れるから、まったねじゃダメなの。まったねでいいじゃん。じゃあまったね。まったね2回目ハッピーワンデイジャパン、ハッピーワンデイジャパン。